第一次世界大戦でオーストラリア軍が用いたダミー戦車軍事における欺瞞作戦とは敵軍に誤った認識を与えることを目的として行われる作戦。情報戦の一部。戦争における欺瞞作戦は古くから東西で行われている。具体的な方法としては兵力を偽る相手に偽情報を渡すカモフラージュ。 見せかけの撤退で追撃を誘う、敵を誘導して、戦術的包囲に持ち込むなどがある。孫子に、作望によって、勝利を収める方法と、相手の作望を見抜くことの重要性が説かれている。紀元前341年の馬領の戦いでは、西軍が退却する際、食料の炊滝に使うかまどを徐々に減少させ、義軍の対象方権に、西軍の兵が逃亡していると油断させた。 西洋ではハンニバルがしばしば用いた。またフィクションの分野では、トロイア戦争のトロイアの木馬や、三国支援儀における計略、大兵器における楠木正キの活躍といった伝説や物語でも描かれている。しかしこうした作戦は、騎士道や後世の武士道などの道徳的立場からは、卑劣な手段として、しばしば軽蔑された。 近代的戦術の基礎を築いたナポレオン・ボナパルトも、しばしば戦術的な疑問を用いた。アウステルリッツの戦いでは、フランス軍が弱体であるという情報を流して、決戦に持ち込み、対勝を収めている。第二次防和戦争では、マフィケングの防衛に当たったロバート・ベーデン・パウエルが、偽の町や要塞、地雷を作って、敵を誘導し、戦力を減少させることに成功している。 第一次世界大戦では航空機による偵察が実用化されたため兵力を偽装するためのデコイが本格的に用いられるようになった。第二次世界大戦では欺瞞作戦の規模も著しく大きいものとなり戦略としての欺瞞作戦が行われた。イギリス軍のダッドレイ・クラークは特殊任務の情報参謀として数々の情報、情報分野に関わった。 1942年の第二次エルアラメイン海戦ではクラークが疑惑作戦の統括を行った。イギリス軍の進出方向をごまかすため大規模なパイプラインや戦車を偽装し、ドイツ軍に完全な奇襲効果をもたらした。また1942年にクラークは疑惑作戦を統括するロンドン管理下を創設している。1943年のシチリア島。 上陸作戦前には、ミゴが主導した、ミンスミート作戦で上陸先を誤認させることに成功した。そして1944年のノルマンディー、上陸作戦に先立っては、ボディガード作戦と呼ばれる巨大な疑惑作戦計画が立てられ、実際の軍司令官をも動員して、架空の軍団を偽装した、ホーティキュード作戦など、複数の作戦により、ドイツ軍に対して、 上陸の意図を偽装することに成功した。また、ドイツのスパイモを逆用し、偽情報をつかませることもあった。この作戦は、ダブルクロスシステムと呼ばれる。一方で、対戦末期のドイツは、アルプス地帯に巨大な要塞軍が存在するという偽情報を流し、西側連合軍の進出を一定程度抑制することに成功した。ありがとうございます。